けでー。ハッピーバースデートゥーユー。嘘でしょ。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。ありがとうございます。何これ。これ撮ってましたからね、今。なんかこれ。まさかのね。おめでとうございます。サプライズです、本当に。いや、僕マジ知らなかった。見てください、かわいく、お誕生日おめでとうって、あえてキッズ向けの誕生日のやつで、ゾノピーって。さすが僕、3歳なんでね。やっぱ、イチゴが3個なんでね。そうですね。味噌汁寸前ということで。そう、今年25になりました。そうですね。いや、本当に、おじさんです。なんか、さっき上園さん、3代目の、なんか DVD どうのって言ってたじゃないですか。おうおう。ちょうど僕、3代目の、なんか間違えて買っちゃって、欲しいやつ、じゃなかったんですよ。え、何それ。これなんですけど、返品しようかなと思ってたやつなんで、これよかったら。マジ。はい、僕まだ見てないんです、本当に。開けてもないんで。超嬉しいよ。3代目さっき話してた時に、あげようかなと思ってたんですけど、お結構なんか着てない服多くて。えっ。マジっすか。多分営業とかで汚れるじゃないですか。おいろいろなんかいろいろあるとか、いろいろもらっちゃいましたもん、着てない服。はいはい。あるんで、なんかちょっと上園さん、なんか YouTube も来ちゃってんすか。ああ、YouTube 行きます。なんかいろいろあるんですよ、YouTube も。はいはいはい。あ、いいです、いいです、いいです。いただきます。 YouTube の、これもう限定ですから。本当ですか。買えないですよ。いや、嬉しいです、本当に。いやいや、全然、もうこんなサプライズなんて、後輩で持つもんですね、本当に。まあ、今年もよろしくお願いします。本当に。はい。はい、どうも、こんにちは、翔平でーす。翔平でーす。編集2時間ぐらいかかるんですね。いつも通りやっていきましょうということで、はい、今日の企画はですね、皆さん、まあ高校生、大学生、皆さん、コンセットする方全員になんですけども、はい、雨降った日って超テンション下がりますよね。はい、ネガティビーになりますね。ネガティビーって感じで、ね、はい、そんな感じですね。せっかくバッチリセットしたのに、うん、雨が降ってて、まあこの時期ね、梅雨とか湿気とかで、まあ崩れてしまうと悲しいっすね、それね。悲しいっすね。もう気合入れていこうと思ったらね、雨でバーってきて、うおっとみたいな。そうですね、一瞬で。一瞬でも。そんな方のために今日は実験をしていくんですけど。なるほど、何するんですか。まあタイトル見ていただければ。あれだろ、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 あれだろ。はい、そんな感じで、防水スプレーはいつけたら水弾くんじゃねと思いまして、ハードスプレーかけて防水スプレーかければ、はい、もう雨でも嵐でもいけるんじゃないかと思いまして、今日はその検証していきたいと思います。楽しそうですね。そうなんですよ。まずですね、はい、こちら100均で買った防水スプレーですね。100均たまに出ないんで、事前に買ってシュッシュッってやって出たんで、今日から使いたいと思います。はい、で、はい、ここに書いてある通り、吸い込むと、有毒です。絶対に、野外で使用してくださいっていうことなんですけども、はあ、まあ我々美容師1、2年目の時に厳しい訓練を受けてるんで、皆さん真似しないでくださいね。まあ顔にはありますけどね。あ、そうですね。絶対に真似しないでくださいね。はい、特別な訓練を受けてますので。はい、で、まあこれを使うのと、で、まあどうやってね、水をかけるか、まあシャワーがっつりやるのもちょっとあれかなと思うんで、今日はこちら、じゃじゃーん。うわ、なんだこれ。スプラトゥーンのね、水鉄砲、これ。すごいですね。これを今日は、こんなように水入れてね、ピュピュピュってやるんですけど、どっちの髪にやりましょうか。それですね。それですね、はい。まあ絵的にやっぱり上園さんにこうやられるのもありかと思うんですけど、逆になんか上園さんにやるのもいいのかなとも思う。逆に今、はい、髪短髪なんですよ、僕。はい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 。多分披露してないですもんね。はい、披露してないですよね、これね。あ、そうです。やってきてもね。はいはいはい。ありですね。じゃあ開けていきましょう。はい、じゃあ開けて。じゃあ負けた方が髪に防水スプレーやって、勝った方がスプラマニューバーでピュ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 ってやる感じ。上園さん得意なやつですね。はい、ピンピン。まあ完全にキーですね。じゃあいきますよ。勝った方が、勝った方がピュピュでいきます。あ、オッケーです。はい、よし。まあ上園さん夜もピュするんで、昼は僕がピュしますか。勝ちました。最初はグーじゃんけんぽい。あ、どうしましょう。僕が避けましょう。はい、ということでですね、僕がやられる側になったんですけれども、へい、これからね、早速防水スプレーかけていきたいと思います。へい、皆さん真似しないでください。へいへいへい。ちょっとね、本当に怖いんで、髪どうなるかわかんないんで、ちょっと頭皮つかないでやっていきます。へい。熱いです。すんごい臭いね。
せーい。さあ、やばい。さあ、それじゃあ梅澤さん、ヘイ、お願いします。ヘイ、いきます。いきます。いってー、おてぃてぃ、全然こっちが全然出ないから肩も出ない。肩も出ない。結構、まあ、重いダブルピア。ダブルピア。はい、検証結果。びっしょびしょ。食べたですね。びっしょびしょ。意味なかったということですね。あ、はい。はい、OK、さよなら。